東京都を好きになる。楽を旅する。楽旅。みさん、こんにちは。ラクタビワカムです。さあ、本日は。そう、大人気のコーナー。皆様からどしどしとお寄せいただきました。さまざまな疑問質問にお答えをするという。 事前収録の番外編をお届けします。さあ、それでは早速お一人目です。ペンネームねこねこさんです。ねこねこさんありがとうございます。若村さん、こんにちは。こんにちは。いつも若村さんの陽気明るいですかね？まあ、どちらかというと明るい方だと思います。陽気かつあの世とこの世のの。 おどろおどろしい語り口調を楽しみにしています、まあ、明るい時もあればおどろおどろしい時もあって楽しんでください。はいさて質問です七福神の恵比寿の文字いろんな文字がありますが違いがあるのでしょうか同じ神社によっても書いてあるものによって違う字が使われていることがあります 似,と似たようなことで受老人これも人が人や神となったりしていますどう違うのでしょうか教えてくださいよろしくお願いしますというペンネームねこねこさんからのご質問ですありがとうございますまずですねこれ今回ねこねこさんからのお便りではですね恵比寿 あの七福神のお一人でねよく商売繁盛エベスさんという神様として親しまれていますがエビスこの言葉がいろんな字があるんですよ。例えばこう書くものもあればここがね寿、えー、もありますねこういういね。 わかかりますかねエービスという言葉でもこのが「スが寿を書いてエービスというこういう、ね、表記もありますしまたもう全然違うところでいきますとねこう書いてあの芸能人にいらっしゃいますがねエビスさんのエビスという字があったりまたあのもう一文字で こう書いてもねこうこれですねこれもエビスですねこのようにエビス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 とまあ、いろんな実は表記漢字の書き方がありましてこれどれも正解なんですねおそらく昔はそんなに文字を書かない例えばどうでしょう明治以降学校教育が普及する中で 皆さんほぼ日本人は今文字が書けますが江戸時代までは文字が書けない人も多いわけで、まあ、つまり日本語言葉も音音で皆さんこう会話をしているわけで文字で何かを書くことは、まあ、少ない時代もあったわけですよ。そして「エベスさんエベスさん」とか「エビス神エビス神という中でいろんな字が、ね、全国各地で あるところはこう書いたり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 、まあ、こんな形で同じ「ABS」という音に対して漢字が当てられて、まあ、いろんなこう書き方ができたと考えられますね。これはイザなぎのみ事ととかこういう神様のお名前でよく見られましてね「古事記」「日本書紀」によっても同じ神様でも漢字が異なるとか。 まあこういう形でまあ言葉の音から始まったものを文字に書かないといけないとなると何かの文字を当てますからまあ当て字ではないですけれどもまあいろんなこう文字が各方で生み出されていったあくまでも音は恵比寿でも各方でいろんな表記が出てきたというようなことが往々にしてあるんじゃないかなと思うんですね。 なので、まあ、特にこういう、ね、神様のお名前なんかですと、ね、神社のパンフレットによって違いますよね。これは、ね、そ,の神社その神社がどういう漢字を、まあ、正式といいますかね私の神社はこの漢字を持ってエビス神と書きますと定めているものでどの表し方になっても同じエべスさんという神様であることには間違いがないと思うんですね。 ですから私たちもねガイドブックを書くときはその神社その神社様の神様の表記方法この神社では同じ神様でもこういう漢字を書くということが出てきますのでこれはもうねその神社またはお寺の方でもいろんな仏様の漢字が異なる場合もあったりしますと、まあ、そういうことをしっかりと書いてガイドブックを作ったりしていますので。 まあこれは神様としても同じですけれども表記漢字で表すとちょっと異なっているという解釈になってくるかなと思ってますね。それでいくと先ほどのね「儒老人」これもね七福神のお一人でこの人が「神」がこうね 呪老人という神様を書く場合と呪老人という人を書く場合があってねこれもね、まあ、七福神の名所によってどちらもまあ出てきたりしますが、まあ、七福神という神様をねお祭りしてますので、まあ、一般的にはこちら神様ということを書いて呪老人というのが多いと思いますけれども、まあ、こちらを書いているパンフレット等がないこともありませんのでこれも どちらが間違いといいいとととうこともななのかなと思いますねその神社その神社によってそのお寺お寺によって表記方法をどちらを取っているか、ね、これで、まあ、関わっっててくるのかなと思っています、はい、ですから確かにね皆さん我々の側にとってはねちょっと迷うところもあるんですよねなんか統一してほしいなとね分かりやすい一つの恵比寿神といえばこの漢字というのがあればね迷わないんですけれども、まあ、でもね 歴史を遡れば、まあ、そういうことで言葉から始まって表すという書くということが後から出てきていますから、まあ、そういうことでいろんなこう漢字がね当てられたいろんな漢字が生み出されたというのもね、まあ、文化の多様性といいますか地域地域の文化が異なった、まあ、その証しですから、まあ、一つにすることがいいとも限らないかもね。 文化の多様性いろんな文化が我が国では長い年月の中で育まれたとそう解釈すれば素晴らしい表記の違いということにもなってくるかもしれないということなんですね、えー、ペンネームネコネコさんありがとうございましたさあ続きましてもう一人ペンネーム梅さんです梅さんいつもありがとうございます毎日楽しく ライブ配信拝聴していますいやーこちらこそありがとうございます先日枕元であ寝る時ですかね枕元で youtube を見ながら寝てしまったところなんと夢の中に若村さんと森さんが登場なんと夢の中にまで出てきましたか西本願寺を案内してもらっている夢でした ということなんですね夢の中まで私と森さんが登場してしかも西本願寺を案内してましたか間違ったこと言ってませんでしたなん <laughs> でしょうか、YouTube で西本願寺のトークテーマが出たときにうとうとと夢さん、寝てしまったんでしょうか夢の中までもありがとうございます。いやいややこれはあのー 私が何かをやったわけではないので夢の中まで出てきてしまいまして申し訳ございません <laughs> さて仏様についての質問ですなんとか三尊と色々ありますが脇地は本尊の仏様と組み合わせが決まっているものなのでしょうか教えてくださいという 仏像仏様にまつわるご質問をいただきましたペンネーム梅さんありがとうございますこれね仏様を祀るときに三尊形式というのがありまして三尊三つの尊い仏様を並べる三尊形式の並べ方というのがありましてね真ん中に 大きな仏様とちょっと左右に小さな仏様を祭りこういう形でね3体1セットで仏様を祭ることがあるんですね。でこれね3体1セットですからこれを三尊形式といいましてこの真ん中が一番中心の仏様なのでこれをね中尊。 中尊というんです中にある尊い仏、中尊と言いますねで。両脇がね、この仏さんの脇にはべっていますから、脇地とも読みますが、これ、正式にはね、脇にはべると教授教授と呼ばれる仏様なんですよ。で教はこの仏 中尊に対して右と左がありますからこうね、皆さんから見て右と左が出てくると思うんですがこれ、実はね、皆さんがいろんな仏像の本を読みますとね、書き方がねありましてね、実は、 正式ににはねここういういとになるんですよ皆さんから見て左側の教授は右教授といいましてねで右側にいらっしゃる教授が左教授といいましてねこれはねあくまでも皆さんから見て右と左ではなくてこの仏様がこちら側を向いてますからね皆さん側を向いてますから。 この真ん中の中村から見ての右と左ですから皆さんから見ての右左で右教授左教授とは言わずに仏様を中心としての右教授左教授となりますのでだから皆さんがいろんなねガイドブックを見て真ん中が釈迦如来像で右教授に 文字,かな文字菩薩と書いてたら皆さんから見ては左側にいらっしゃいますからね本を見て右教授と書いてたら左側にいらっしゃいますのでその辺りを、ね、間違わないようにしないといけないということなんですね。でこの三尊形式にはいろんなね一般的な決まり事があって例えば。 真ん中に釈迦如来をお祭りすれば右左の教示はね、えー、こっちが普賢ですねあ間違った字が「普賢菩」。 でこっち側に文殊。中尊に釈迦如来が来れば、皆さんから見ては右ですが、左教寺が不現菩薩、右教寺が文殊菩薩となるのが一般的です。これで釈迦三尊、釈迦三尊とよく言うんです。釈迦中心に三体祀られてますから釈迦三尊。 で真ん中がねこれ薬師如来になると、これ、教字も変わるんですよ。真ん中が薬師如来になると、この右、左の教字も変わりまして、一般的にですよ、あ逆だ。 あれ違いますねちょっと待ってくださいよ。あ合ってますね、釈迦はねで。薬師如来の場合は、ややこしいんですよ、これはね、えー、右教持だからこっちが学校菩薩で、えー、左教持に日光菩薩が来ることが一般的なので。 皆さんから見るとこういう並びで真ん中に薬師如来様がいたら向かって右手に日光菩薩左手に学校菩薩これがね一般的な薬師三尊という並びになりますね。でもう一つね有名な三尊形式は真ん中が阿弥陀如来様。阿弥陀 如来様となれば向かって右に観音様観音菩薩ですねで向かって左に静止菩薩と。という形が一般的な阿弥陀三尊。ということで阿弥陀様を中心に観音菩薩と静止菩薩が両側を ね、固めましてて、ね、阿弥陀三尊となっあ今のがねこれ一般的な並び方ということではあるんですけれども実はこれお寺によってね入れ替わっていることがあったり全く異なる仏様が据えられていることもあってこれはねそのお寺の長い歴史の中で例えば入れ替わった時代があってそのままであるとかまあ火災なんかでやっぱりお寺が焼けたりして 亡くなっったた時に他の仏様で補ったということもあろうかと思いいますいろんなこう理由があっての入れ替わりとか異なる仏様が入ることもありますのであくまでも一般的にという三尊形式を皆様に、ね、ご紹介させていただいた感じなんですね。でこれ、あのー、何も、ね、真ん中が如来で左右が菩薩だけではなくて、ね、ちょっと変わったところでいくと、ね、よく皆さんが一般的によく見るのが、ね、これも多いんですよ。 真ん中にねビシャモン点ビシャモン点が来るとねまあこれ左右はねいろいろあるんですがとにかくね両側にね吉祥点とねこれ書くのが大変全日同時と言いましてねこれはね画数が多くてねすごい字 私もほとんど書いたことがないですね、これちょっと待ってくださいね、書くすごい、同時、はい、すごい、<laughs> はい、えー、真ん中がね、あの守護神のね、毘沙門天さんですね、毘沙門天さんが来るとね、両側にね、吉祥天とこれで、善日同時ね、善日同時。 ここのといいう漢字はまあ書かないですよねこれねれ下に「貝という字がここに入ってますけどね「全日同時といいましてこれね実は毘沙門天の奥様が吉祥店で旦那さんと奥さんなんですご夫婦なんですでそのお子様が同時とついてますように全日同時といいましてねまあこういう形でお父さんお母さん子供と親子3人これ揃ってるんですよ。 なのでこういうね毘沙門天を中心とした三尊形式があるとこれ御利益は家庭円満、ね、家庭の中が円満ですよというね御利益があってもしねこれ全日同士がいなくてね毘沙門天と吉祥天が2つ並んでお祭りされてると夫婦和合夫婦の仲が良くなるというね夫婦和合が毘沙門天吉祥天ということになりますので。 まあこういういね並びによってご利益がちょっとねまた変わってくるというような仏様もいらっしゃったりしましてねまあ仏様って長い歴史が今育まれてますからねいろんな教えがあったりいろんなこの並びがあったりしますのでこれねもっと古い時代に行きますとねまた変わった異なるね三尊形式があったりもしますのでまたその辺りはねおいおい、また機会がありましたらご案内をねしてみたいと思います。 夢の中にまで出てきましたか。ご迷惑をおかけしてませんでしたでしょうか。これからね、京都検定の勉強なんかもね、皆さん進んでくると思います。夢の中で京都検定にうなされて、森さんが出てきて、もう私が出てくるかもしれませんね。皆さんをこう、合格へと接つく可能性もありますからね。もっと頑張りましょうみたいなね。ちょっとうなされる人が出るかもしれませんけれども、いい方でね、できたら夢の方でね、お会いしたいと思います。 えペンネーム梅さんありがとうございました。さあそれでは、本日もお届けしました。事前収録の番外編、最後は心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくくります。さあ皆さん、合言葉は、きっともっと共都を好きになる。 この好きになるというところ皆さんも大合唱いただきまして手にはハートマークを作って今日も京都からたくさんの元気をお届けします皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思いますそれではいきますきっともっと京都を好きになるということで 本日は事前収録の番外編をお届けしました。皆様からもどしどしとお寄せください。講座アットマークラクット .co.jp こちらにまでできましたらニックネームを皆さんつけてね、ユニークなニックネームつけて疑問・質問お送りいただきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。